どうも皆さんこんにちは、こんちチャンネルのマークです。で、それで今日はこの池にちょっと当たり目でザリガニを釣りに来ました。まあ、ちょっと泥ごとかっさらって、さっき泥ごとかっさらっていたんですけど、なんもいないんですけど、もしかしたら向こうになんかいるかもしれないから、ちょっと投げてみます。おい、え、葉っぱの上に乗った。こっちがいいんじゃない、こっちやね、やっぱり。なんかカエルとかいるのかな、ここ。浮かせた方が釣れるんだけど。で、何かして、一緒だと思ってもいいんじゃね。いない？そんなことある？沈んでるんじゃない？沈んでるんじゃ、そこの方に。一回網も使ってみる。あれ？今なんか意外と浅いのかな？意外と深い。深いのか。深いからいるかもしれない。泥なのか。感じでゆっくりこっちがゆっくり動かすとなんかいるんだけど、当たり目だもん、男だ。どうかな。いろいろ試してみてよ。いる雰囲気あるよね。え？なんで？もしかして保育園の人がさ、ほぼ釣ってっちゃったとか？持って帰ってはないと思うよ。え？ザリガニで挟まれ、これはザリガニで挟まれてみたいな。これ大丈夫？あれ？いないな。あれ？ガサガサで行ってみる。釣れないか、ちょっとガサガサで行きます。釣れないか、ちょっとガサガサで行きます。これはまた後で使います。あっちの方行ってみる。あっちの方行ってみる。うん、じゃあちょっとあっちの方に行きます。はい、カゴ持ってってください。
りないか。あれ、顔は？あ、顔は。え？いない？いなくね？移動します。わあ、水がきれい。コバネイナゴだ。え？コバネイナゴ。虫？コバネイナゴです。ああ、映るかな。ほら、コバネイナゴ。これコバネイナゴって。わかる、あ、いたいた。取ってみますね。大丈夫。警戒してる。飛ぶ準備してんの。あー、移動した。あ、くっそ、逃げやがった。網で行くしかねえな。あ、でもなんかいるね、大きいの。ん？ほら、なんかここに3匹くらいいる。うわ3匹いるね。3匹いるね。ちょっと、コウキの餌できるね。これ、これ取りたいね。うん。取れる？手で。うん。じゃあ、網で行きますか。なんか変なやつだね。2匹はくっついてるから取りやすいかもね。取ってあげた方がいいかな、もう。行きますよ。うん、どっちで行こうか。頑張って。どれ行こうか。え、手で行ける？行けると思うけど。確かにこの辺イネ科、全部イネ科の葉っぱだもん。気をつけてね、お水ね。ああ、くっ、あ、2匹いった。間に合った。おっしゃ、初めて取りました。わい、痛い見せて見せて。はい、じゃあちょっとカゴに入れて観察しましょう。縦波長じゃまだの多い。あっちももう一匹います。全然まだ映ってないから、ちょっと開けてください。はい、開けてください。ちょっと入れ替え。やった。あと、これは何？これは殿様？コバネイナゴ。コバネイナゴか。ここ全部イネ科の葉っぱですから。オスとメスかな。オスとメスです。コバネイナゴ取ったのは初めてですよ。ススキがある。なるほど。ウェーイ、びっくりした。なんか変な蝶がいる。今日はザリガニと鬼に来ました。だからザリガニを取らなくて。ちょっと画面いろいろいじりすぎちゃった。もうすごく水が綺麗だよ、ここ。そう。
そう。ここの水冷たいのか。何かいたらすぐ見えそう。あ、オタマジャクシ。オタマジャクシ。奥にいます。奥にいる。へー。いや、草が覆いかぶさってるところ意外といるんちゃう？どこだ？おたまじゃくし。おたまじゃくし、なんかこっちの方に行きました。なんだ、泳いでった？はい。コガネイナゴめちゃくちゃいますね。うん。どう？食べると美味しいですよ。10分ぐらい経ってるよもう。あ、じゃあ一回この辺でカットします。はい、あっまたここに。あー、いるね。なんか今ここでイナゴですね。かっけーな。かっけー。めっちゃ興味してる。はい、行きました。いってっ2匹取りました。またクボ取ってください。取ってくださいってどこに。手に持ってくの？え、ちょっと。どうやって？ちょっと離せ。大丈夫？かなか。ママ。開けて。こっちの手が使えないので。開きません。開きませんのはさ、カメラ一回置いて。カメラ一回置いて。取れる。めちゃくちゃカップでいたやん。2匹カップでいましたね。2匹カップル。コバネイナゴおった。コバネイナゴめちゃくちゃうまいっすかね。めちゃくちゃ逃げよう。だそう。大丈夫？うん。4匹取りましたね。あれ ?3 匹乗ってる？あれ ?3 匹になってます。1匹脱走した。脱走した？一匹脱走したか、もう一匹捕まえよう。コバネイナゴめっちゃいるじゃん。てか、サスキが。サスキの葉っぱ見えるよ。いや、バッタ取りに来たんじゃなくてザリガニ取りに来たんだけど、ちょっとこの辺でカットします。後半に続きます。